両11型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、海中1型とも、設計から建造まで全て日本海軍が行った、初めての艦である。同型艦2隻、戦歴なし。ホランド型潜水艦輸入から始まった日本海軍の潜水艦は、各国の潜水艦の輸入と国内での、ライセンス生産で技術の習得に努め、 対象期に入りようやく独自設計できるまでになった。尖閣は、ローブーフ型で使われた、複角型を採用し、他艦の運用実績を考慮して設計された。特に目新しい技術はなく、日本海軍で初めての潜水艦設計で、後に続く海中型系列の第一番艦であること、以外に突起すべき点はない。手機はズルツァー製ディーゼルを搭載し、 速力18ノットを出した。ただこの手機は信頼性が低かったらしく、艦隊演習にも支障が出た。同時期に L1 型潜水艦に搭載されたビッカース式ディーゼルの信頼性が高かったのとは対照的である。1916年度計画により2隻建造。両艦とも1919 19年に竣工。計画版号 s 7 老朽化により1932年に除籍。戦歴等は特にない。1924年11月1日にロゴ大潜水艦と改名。ありがとうございます。